大木原カタバミは、カタバミかカタバミ族の多年層。南アフリカ原産で、現在では、世界各地の温帯に気化植物として定着している。葉に紫褐色の反転が多数見られることで、他のカタバミと識別が可能。春先に鮮やかな黄色の花を多数咲かせる。別名黄色花カタバミ。地上系はなく、地中に輪形を伸ばしその周囲に根がつく。 株元に長径5から8ミリメートルほどの長卵径のコリン径を多数つけ、このコリン径で栄養繁殖を行って増える。葉はすべて根出し、傭兵は長さ15から20センチメートル、その先端に幅1.5から2センチメートルの頭心臓形の参照葉が円形につく片場未属特有の産出服用を生じる。葉の表面に 紫褐色の小反転を不規則に生じ、この特徴によって花のない時期でも他の塊の仲間とは容易に識別できる。春先に傭兵よりも長い20から30センチメートルの花茎を複数伸ばし、その先端に3型に10個ほどの花をつける。花茎は3から4センチメートル、花弁は凍米で鮮やかな黄色を呈する。花期は3から5月頃。 南アフリカ共和国のケープ地方原産。干渉用として人為的に導入されたものが世界各地で輸出し分布を拡大している。現在ではヨーロッパ全土、西アジア、北アフリカの地中海沿岸、インド、アメリカ合衆国、チリ、オーストラリアなど、いずれも温帯を中心に分布する。日本では1890年代に干渉用に 輸入されたものが野外に一出し、1961年に鹿児島県で飢化状態にあることが確認された。現在では本州の関東地方、中央高地以南から九州まで広く見られる。干渉用として輸入されたものが世界中で一出し、飢化植物となって分布を拡大している。人間による土壌の移動で輪形が運ばれ、栄養繁殖によって旺盛に増える。 春の在来種植物と日地を競合して影響を与えるほか、家畜にとっては有毒であり、乳牛が誤食した場合牛乳の乳脂肪量を低下させる。抜き取りや刈り取りによる駆除でも林系が地下に残るため、一度定着するとはびこりやすく、春先に群生する鮮やかな黄色の花が美しいために駆除されずに放置されている場合も多い。ありがとうございます。